はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もゼルダの伝説をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はグリオークと戦いに行きます。普通のグリオークではなくて、キンググリオークですね。グリオークの王様と戦いに行きます。いる場所ですけども、ここにいるらしい。地図を見ますと、この辺りです。ヘブラ上空に、風の神殿があるんですけども、こっから飛んで、ここですね。ここにいます。ちょっとね、難しいと思うんだけども、まあ、船があるので、これを使って、行きましょうか。なかなか難しいよね。これ、いけるかな？いや、もうちょっと、上空に上がらないと無理だな。もっともっとか。ああ、あるね。もっともっと上上がろう。一番上まで上がってきました。これでいけるでしょう。これ、スタミナ足りるか？いる！いるんだけども、これはちょっと、スタミナが足りないな。いや、これ無理だわ。スタミナが足らん。食べ物ないよね。いや、あった！あった！よかった！あったあったあった。よし。これならいけるぞ。まず最初にね、奇襲をかけたいところやね。ちょっと待って。OK。この一発目で大体戦闘が決まるからね。おーっと！よし、OK。あ！これ無理。無理やった。やばい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 。OK。よし。スタミナがもともとなかったね。これスタミナの、食べ物を結構持ってきてないと無理だね。よし。OK。あ、余裕です。半分減らせれば、いけるよね。おっと。大丈夫。はい。この辺か、どこだ。あー、あったあった。見えにくい。よし。倒せたね。うっそ。あー、倒した倒した倒した。びっくりした。はい。特別なアイテムって多分ないもんね。あ、これか。中身は防具かなんかだよね、確かね。あ、賢者の石だったか。賢者の石でした。はい。ということで今日はキンググリオーク、倒してみました。場所がなかなかね、難しいんですけども、まあ、風の神殿から、うまいこと飛んでくれば、到着します。ただ、スタミナが足りません。マックスだとしても。なので、スタミナの食べ物を持っておくといいですね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。